高賀三郎天才定金家の詩1見上げるような大きい四角なビルジングに挟まれたアスファルトのコツコツとした道その上を忙しそうに歩き回る靴の音桁の音電車のけたたましい疾走 自動車の爆音と警笛その雑然とした騒音の夕闇の街にも香りの高い春の木が狂った妖精のように隅々まで跳ね回っていた私は身長の合気にわざと古い街灯を細身のステッキを握った右の腕にふわりとかけて心も足も軽々と電車の線路を横切って B ビルジングに入ると 磨きたての靴をキュキュッと鳴ららしながが階に上がった橋本聡探偵事務所と書かれているドアの一つ隣プライベートと書いてあるドアをノックしてそっと開けてみると橋本は大きな安楽椅子にかけて書物らしいものを読んでいたが私の姿を見てパタリと閉じて椅子にかけたままや<う>と言って広いい額に濃い眉の、 料深そうな顔を私の方へ向けた珍しく退屈そうだね私はそう言いながら中に入った傍中勘がありさそう退屈でもないのだまあかけ玉へ高齢術だって私は彼の伏せた本の表紙を読みながら妙なものを読んだるな、ね。 <laughs> ところがねそいつがちょっとした事件に関係があるのさこれを読んだ見たまえ橋本は一葉の新聞を差し出したそれには次のようなことが書いてあった天才献金家荻野浪也氏は約1年の欧米漫遊を終えて本日正午入港のバツバツ丸で無事記帳した 氏は多数の出迎え人に守られて大ホテルに入ったが一両日休養の上上,上京すると当日出迎え人のうちに千年氏と仲違がいをして権限の間と言われていた日本定金会の重鎮谷川航氏が待っていて微笑をたたえて氏と堅い役所をしたのは人目を引いたこれなら僕は今朝読んだよ。私は彼の思惑がちょっと飲び込めないので 眉をよさながら彼の顔を見た今日日は何日だね彼は突然聞いた4月16日さ私は答えたあさっては4月18日橋本の時々子供みたいなことを聞く癖を知っているので私は素直に返事したそこが問題なのさ そこが私はあぜんとして彼の真面目な顔を見た君は谷川がどうしてあの天才低金家といわれる若い荻野浪也と喧嘩するようになったか知らないだろうね当時新聞で読んだのはなんだかつまらない感情の衝突らしかったが深いことは知らないしかし少なくとも この日本定金会の重鎮といわれる谷川渡氏は同時に高齢術の著者だということは知ってるだろうね知らないね私はそんなことには一向興味がないのでつまらなそうに答えた困るねそれを知らなくちゃ橋本はちょっと言葉を切ってじゃねねとにかく谷川という男は 芸術的良心に富んだしかしよく芸術家にあるように偏屈でモノマニア的なところがあることに高齢術にはひどく熱心で時々真面目に予言めいたことなどをする50近い醜い高男という予備知識を持ちたまえそこで去年の橋本がやや得意になって話しかけるところへ。 隣室の事務所の方から助手がひょっこり名刺を持って入ってきたので、彼は腰を折られて本を国境に貼らしながら、ひょいと助手を見て、「なんだい」と顎をしゃくるように言った。この方がぜひお目にかかりたいと言われるのです。助手は陰陰に答えた。名刺には。 竹山金吾と陰気で微妙な字が書いてあったここへ落としろ。彼は名刺をポンと机の上に放り出して無造作に助手に命じたが次の瞬間には彼の顔面筋肉はさっと緊張して新しい依頼者の足音も聞き逃さないかのように脳神経の準備を整えたのだった入ってきたのは長い髪を微妙に分けて 短い顎げをもじゃもじゃと生やし、鉄ぶち眼鏡をかけた。背の高い。ちょっと宣教師といった風の中年の紳士だった。いらっしゃい。私が橋本です。これは友人の岡田君決して心配なさるに及ばない方です。さあ、どうぞ。紳士はしばらくもじもじしていたが。実は私は昨日、バツバツ丸で神戸に着きました。 天才低金化とか言われております荻野ミヤのことにつきましてお願いに参ったのでございますおお<う>橋本は平然と答えた私は内心でたった今話をしていたばかりなのであまりの暗号に驚いたのだったが新聞で多少ご承知でございましょうがやはり低金家である谷川さんがわざわざ神戸までお出迎えになっているのです 依頼人は話を続けた。そうそう、そんなことが新聞に書いてありました。ところがご承知の通り、荻野と谷川さんとは千年妙なことから不和になっているのです。そんな噂があったようでしたね。いや、噂ではないのです。事実なのです。紳士は調子を強めて言ったが、 やがてさっと橋本を見つめるようにしてあなたは2人の不和の原因をご存知でしょうか詳しいことは存じませんほんの些細な感情の行き違いからだと思っておりましたが私はちょっとくすぐったいような気がして橋本を見たが彼は平気だったいや断じて些細なことではないのです紳士は少し興奮したように 谷川さんは、ご承知でもありましょうが偏屈な一徹な人です彼は一昨年あの天才低金家の荻野が突如として出現した時に確かに嫉妬を感じたのです荻野は若くて美しいヨーヨーたる善途を持っているそれに反して谷川は既に老いてそれに彼は体が小さく 不釣り合いに大きい顔は猿のように醜い。しかし彼の芸術は今まで一歩他に抜きんでて交際を放っていたのですが彼のその位置は明日にもこの一青年に譲らねばならぬかもしれぬ彼たるもの嫉妬を感じざるを得ないのです。しかし私は彼の嫉妬を責めようとはしません彼の嫉妬は およそ芸術家の誰でもが抱くその程度の嫉妬だったのです彼が単なる嫉妬から漫才の中で荻野を恥ずかしめてついに絶好するようになったとは思いませんもっとも橋本は軽く受け流したでは2人の不和の原因はああ私は ちょうど一年前のバツバツクラブの会合のありさまを申し述べねばなりませんバツバツクラブはご承知のごとく一流の文史画家音楽家などを網羅した有名なクラブで本部は丸の内の E ビルジングの最上階にあります昨年の4月18日でした3日後に東欧の都に着く若い音楽家荻野浪也のために クラブのうちでも特に親しくしている十数名の人が寄り合って名残の歌謡を開いたのです。宴会は盛大に無事に終わりました。人々は真っ黒なタキシードの胸から雪のように白いシャツをのぞかせてほんのりと上気した顔に機嫌のいい笑みを浮かべながら談話室に入って若い音楽家をうちに周りを取りまいてよもやまの話にさざめいておりました。 そのうちに話題がふと心霊のことに及びました一座の中には谷川さんがいましたから彼はたちまち熱心に高齢術のことを話し出しました谷川さんは純真な一徹な人ですそれにこの高齢術すなわち死者との間に交通ができるということはほとんど強敵に信じていることなのですから マンの人たちのうちには心に軽蔑している人もまた全然信じていない人もありましたでしょうが上辺ではみんな傾聴したのですただ一人彼荻野は初めて聞くことではありその上年が若いものですから露骨に反対をしゆやさえもしたのです中には随分ハラハラした人がありましたがその時は 何事もなかったのでした。やがて谷川さんは？予言の可能性を熱心に説いたのです。彼の説くところによると、人の士気の予言ができるというのです。何四季の予言ですって。荻野は無遠慮に交渉しました。神を恐れなさい。谷川は唇を噛みながらきっと言ったのです。 では私がいつ死ぬか予言できますか荻野はなお揶揄的な態度を改めないで言いました無論谷川はげんかに答えましたじゃあ言ってください荻野は傘にかかって言いましたき君はこの時の谷川の目はちわしっていました 1一年後の今月今日死ぬのだ彼のこう言い放った時はかなりものすごかったので中にはぞっとした人があったくらいですが運命を恐れない決起の若者には何の通用も与えなかったのですなんですって私が1年で死ぬはははは来年の今日にですってはははは 彼の武遠慮の交渉には一座の中でも反感を起こした人がありました当の谷川さんを激婚させたのは当然とも言えましょうこの時の谷川さんの心の内には前々からの芸術上の嫉妬心が混じっていましたでしょうかあるいは混じっていたかもしれませんしかし彼のような一徹な人は あることに熱中するとほとんど強敵になるのが常ですその強敵信仰をしている高齢術や予言についてくまで冒涜されたのですからあの時あのように激怒したのは芸術上のことなどはほんの少しで多分は自己の信仰に対する罵詈のためだったのでしょうとにかく荻野が大声を上げて笑った時に 谷川さんはぬっと立ち上がって怒りでブルブル手足を震わしながらあらゆる呪いの言葉で荻野の不尊と傲慢と不信仰とを罵ったのです荻野の不尊と傲慢ということについては一座のうちでも谷川の言葉を趣向した人がありましたさすがに尊敬すべき先輩ですから荻野も手を出すことはできませんでした真っ青な顔をして ブルブル身を震わしていたのでしたこんなことで2人はすっかり不安になってしまったのです紳士はほっと息をついたなるほどそういうわけだったのですか足元はしみじみと言ったところで私の心配は今度の谷川さんが わわざわざ神戸まで荻野を出迎えたということなのです新聞では笑って握手までしたとありますが谷川さんのような性質の人があれほどの事件をすっかり忘れてしまうことができるでしょうか彼は高齢術や予言術はその後ますます研究して著書さえも出していますそれに彼は1年前に彼の言説をああまでに冒涜して彼を激怒させた人を そうケロリと許してしまうことができるでしょうか私は心配でならないのです谷川さんの予言すなわち荻野の死ぬべき日の4月18日はあさってに迫っているのです私は心配でなりません谷川さんは何か魂胆があって神戸まで行かれたのではないでしょうか 谷川さんのような強敵な性質の人はどんなことをするか分からぬと思うのです橋本さんどうぞご援助くださいあさってが過ぎるまでどうぞ荻野の体を守ってやってください紳士は哀願するように橋本の顔を仰ぎ見たよくわかりました橋本はじっと考えていたが ところで、あなたは、荻野さんとどういうご関係の方なのですか私は、あの、実は、あの、紳士は、老狽しながら、荻野の友人なのです。それで、何ですかあなたのお考えは、荻野さんも知っているのですかいいえ、彼は何にも知らないのです。私の一存で、 心配のあまりあなたにお願いするのですね私はどうすればいいのですかどうかすぐに神戸においでくだすって18日が終わるまで彼のそばを去らないようにしていただきたいのです今晩出かけると途中で行き違いになりはしませんか橋本は相手の顔を見たいいえ彼は明晩立つことになっていますから大丈夫です そうですか。ところで、もし私が何か突発的な用事で今晩行けないような場合には、どうしたらいいでしょう何事をおいても言っていただきたいと存じますが。彼はきっぱりと言った。しかし、要するに、小木野さんさえ無事であればいいのでしょう。それは、そうですが。あちらには、 今ちょうど私の部下で信頼のできる男が言っていますしまあ私が引き受けたからにはご安心くださいそりゃあもうお言葉までもありません十分安心しているのでございますでは何分よろしくお願いいたします紳士は丁寧に礼をして帰っていった驚いたね 依頼人が階段を降りかけたろうと思う頃合いを見計らって私は橋本に行ったうんちょっと驚いたね偶然すぎたねちょうど君に話そうと思って始めたところへやってきてそっくり僕のしようとする話をしていったんだからね君の話というのは今聞いたあれだったのか私はびっくりしたそうなのだ ふーん。じゃあ、君はすぐ神戸へ立つんだね。ところが、そうじゃない。なぜなぜってね、君。すべて探偵というものは、依頼人が正直で何もかも隠さず打ち明けてくれなくては始められないのだ。というと、今の依頼人は今の話はね。 当時居合わしていた人々だけしか知らないのだ居合わしていた人はみんな紳士だからかなり信頼ができるまあ容易に他人には話さないと思うのだところがあの席には竹山健吾なんて人はいなかったはずだということは君はいたことになるねああいたのだよ彼は平然として言った バツバツクラブには芸術家だけじゃない芸術愛好家もいるのだよもっとも僕は必要があって変名で変装していたがねところで今来た依頼人だが君には何か覚えがないかい覚えなんかないね全く知らない人だねそうかいじゃあね今の紳士が髭を剃ってメガネを外した場合を想像してみたまえ それからあの声だ。あの声に何か特徴のある聞き覚えはないかいああ、そうだ私は彼にそう言われてようやく気がついた彼は英劇団の花形俳優赤木彦作さんうんそうだそうに違いない彼は何の必要があって変装なんかしてきたんだろう 私は今まで気が付かなかった迂闊を恥じたそれがよくわからないのだ橋本は苦笑いしながら人を食ってるよ僕のところへ変装してくるなどはいかに役者でもねしかし陰気で書いた名刺はつたないよ僕なら誰のでもかまわない活版のやつを持ってくるよ どうもキャツは僕をバカにしているよそんなことはないだろう実はね僕も荻野と谷川の衝突した場面には居合わしていたからよく知ってるのだがまああの時は荻野が悪いもっとも悪気のない無邪気から来たのだがそれが生意気とも取れるとにかくすっかり谷川を怒らしてしまった 谷川のあの時の剣幕では1年後の今日実際荻野を生かしておかないかもしれないのだ谷川は前に言った通り一種のモノマニアだし自分の信じている予言が実現されないとなるとどんな手段を取らないとも限らない僕はそう思って荻野の上陸した日から部下を一人尾行させてあるのだところが彼から こういうい電報が来ているのだ橋本は私に一通の電報を見せた私はいつもながらの彼の用意の周到なのに感心しながら電報を開いてみると「荻野氏谷川氏と共に明日朝特急にて立つ」とあったいいかね明日特急で立つのだよ。 橋本は教えるように言った。ところがさっき赤城は彼らは明日の晩立つのだから今晩僕がこっちを立てば間に合うと言ったろう特急で立つんじゃ僕が明日朝着いた自分にゃ彼らはもう神戸に言いやしないだから考え方によると僕を東京から離して土地を踏ませようという策略とも取れるのだなるほど。 私は感心したそれに変装してきたりしてね僕はどうも東京から離れられないような気がする幸い神戸に部下もいるしするからねなるほどねしかし一体君を神戸へ追いやってどうしようというのだろうわからないね橋本はすげなく言った ことによったら僕をダシにして宣伝でもやるのかもしれない奴らはそんなことには抜け目はないから宣伝ってまあいいさわかるときにわかるよときに君は今晩は何しに来たのだい提撃の切符があるのでね君を誘いに来たのさ私はとてもダメだろうと思いながら言った そうかい、それはありがとうじゃあすぐ行こう意外にも彼はすぐ外出の用意をしたそうして劇場では彼はまるで事件のことなどは念頭にないように一生懸命に演技に見惚れているのだった2翌日勤めを果たした私は 夕食もそこそこに橋本の事務所を訪ねた温かい快い日だった橋本はいつになく狼狽していたしまったよ君ことによると悪いことが起こるかもしれんよ僕の顔を見るとすぐにそう言って彼は2通の電報を僕に示した一通には「今朝出発せず」 変更せしものの如し、の1通には「午後7時発の汽車に乗り込むならん」とあった初めのものがもう少し早く来るとね僕は途中まででも出迎えに出たのだがそれがついた自分にはもうダメなのだどうしてこれがそんなに大事件なのだい私は腑に落ちないので聞いた。 今日の午後7時に彼らが乗るとすると汽車中で名古屋伊東だがね4月18日が来るのだ僕は彼らが18日には東京にいるものと思っていたからここにじっとしていたのだがどうも出発が赤木の言う通りになったので彼のお話には何かよりどころがあるのじゃないかと思うのだそうすると僕の神戸へ行かなかったということがいけないことになる どうも心配だそれに赤城の行方がどうもわからないのだしかし神戸の方は君の部下とかがついているのだろううん尾行をするように電報を打ったがねしかし彼はまだ若いんでねその夜の橋本の反問は私の知っている範囲では他の事件の時に決して見られないものだった 彼は部屋の中を足音を荒くあちこちと歩き回りながら部下から来る電報を待ちかねていた午後9時「今2人とも出発せり」「午後7時」という第1の電報が来た10時半に「京都発」「無事」「12時に「大垣発」「無事」と第2第3の電報が来た 12時過ぎると橋本は極度に緊張してきた1時半名古屋発無事午12時という電報が来たついで2時半豊橋発無事3時半浜松発無事という電報が来たがそれから4時5時6時と ついに夜の分ける時が来たけれどもぱったりと電報が来なくなったのである橋本の焦燥はそばで見ていても気の毒なくらいだった東京駅だ東京駅へ行こうイライラした橋本はこう叫んだ東京駅頭は思いがけない雑踏だったああ諸君はいまだ記憶しておられるだろう 我が国鉄道を始まって以来の大珍事と言われた東海道線の一二等急行列車が静岡駅付近で脱線転覆した事件をこの列車こそ我々の待ち焦がれていた荻野と谷川との乗り込んでいた列車だったのだ私たちは第一番に救援のために仕立てられた臨時列車に飛び乗った記者は暗雲に包まれた人々を乗せて っうのように走ったふと見ると進撃俳優の赤木が今日はもう変装などしないで不安に耐えないという顔つきで同じ箱に乗っているのが目についた橋本はもう猶予しなかった赤木さん飛んだことでしたねずかずかと彼のそばへ寄って橋本は言ったもううるさいことは抜きにしましょう どういうわけであなたは私のところへ変装などしてきたのですか赤城は一瞬間ドキリとしたようだったがすぐに平静になってああ橋本さんでしたかはいすみませんでしたまあお聞きくださいそう言いながら彼は辺りを見回した周囲の人は誰も彼の話に耳を傾けているような人はなかった いずれも身内である列車に乗っていた人々の安否を気遣って興奮しながら遭難に関することばかり話し合っていた私はそっと赤城のそばに寄った彼は低い声で語り出した実は私は谷川さんと荻野とをどうかして仲直りがさせたいと荻野の記帳を機として両者の間をあっせんしたのです。 と言っても主として谷川さんをなだめるのに骨を折ったのですが幸いに谷川さんが入れてくだすって今度はわざわざ神戸まで出迎えに出てくだすったのですところが世間ではこれを素直に受け入れていないのです谷川さんに何か企みでもあるように思っているものが多いのです私はそれが残念でならないので世間の逆に出てうまくいけば 大いににに人のの宣伝になるように計画を立てたのです世間では2人は当然喧嘩するものと思っているそれが喧嘩をしないからいろいろ憶測してつまらない噂を立てるのだそこで思い切って2人に喧嘩をさせるやはりやったなと世人に満足させておいてアハハハハと笑う2人は こういうふうに仲がいいんだぞと見せつける世人はあっと意外に思うと同時にやんやと来る二人の人気も上がろうというものですところでただの喧嘩では面白くない幸い谷川さんが4月18日に荻野が死ぬという予言をしていることは一部の人が知っていますそれを利用して、 記者中で谷川さんが怪しい行動をしてオギノに薬を飲ませる。オギノは毒薬に当たったと見せて倒れる。大騒ぎになる。いい加減のところでオギノにあははははと笑わせる。それをお橋本さん、あなたに証人になっていただきたかったのです。それであなたにお願いするのに。 私は顔を知られていてはまずいと思いまして変装してあなたに記者を尾行していただくようにお頼みしたのです記者の時間も十八日にかからないと面白くないので初めに特急と決めてあったものを七時の記者に改めたのですがそのためにこんな三時の犠牲になろうとは思いませんでした語り終わった赤木の目には 涙が光っていた。転覆の現場は攻撃の済んだ戦場のようだった車輪を上向きにした客車は巨大な醜いイモムシの死体のように何台も転がっていたレールは変にひん曲がって木材やガラスの破片が飛び散ってところどころにどす黒い血だまりがあったりした 顔を背けずにはいられない無残な有様だった遺族の人々や後片付けの妊婦などが右往左往に歩き回っていた無事な者や美少者はそれぞれ目的地に送り届けて重軽傷者は付近の民家やテント張りの野戦病院みたいな描写に収容してあった死者はやはり天幕張りの1社に安置してあった 私たちは第一に死体の収容してある天幕を覗いてみたああその中に天才低金家の見るも無誇らしいムがあったのだありし日にはその美しい瞳と奏でる妙音に聴衆を恍骨として弱しめた若い彼の魂は今いずこそうん。 じっと死体のありさまを見ていた橋本はうめくように言った赤木は血の毛を失った顔でぼうぜんと突っ立っていた私たちは負傷者の天幕へ向かった一歩天幕の中へ踏み入れるとクレゾールのにおいがプンと鼻を打って異様なうめき声が耳を打った苦しそうに身をもだえている人もあった 家族らしい人々が心配そうに枕元に詰めているものもあったその中を純白の服を着けた看護婦が忙しそうにちょこちょこ歩いていた先生かすれたような声が片隅から飛んだそれは橋本の部下だった私たちはすぐ彼のそばへ行った彼は傷の割には元気だった おどうだねひどい目に遭ったね足元はアイするように言った大したことはありません先生しかし私は使命が果たせなかったのが残念ですちょうど汽車が転覆するすぐ前です乗客が大方寝込んでいるのを見すまして谷川は毒を荻野に飲ましたのです もっとも初めは毒だということは分かりませんでした荻野がにっこり笑って飲んだものですからただの薬だと思っていたのですするとやがて荻野が苦しみだしました身をもがいている中にどっと血を吐いたのですそれを谷川は解放しようともせず薄気味の悪い笑みを漏らしながら と見ているのです。私は思わず彼めがけて飛びかかろうとしましたその時呉然たる音響頭を何かにぶっつけたきりあとのことは知りません先生荻野は断じて汽車の転覆で死んだのではありませんぞ彼は毒殺されたのです谷川に 毒殺されたのです。小声ではあったけれど彼は興奮した様子で一期一言はっきり言った橋本は腕をこまねいて黙って聞いているだけでなぜか彼を制止しようとしなかった君君赤城はたまりかねて彼を遮ったあれは君狂言なんだよ橋本さんはもう知っておられるのだ え苦しそうな息をつきながら不思議そうに負傷者は赤城の顔を見上げた橋本はなだめるように彼の忠実な部下に行って赤城の方へ向き直り君とにかく谷川さんを探そう谷川を探すのにそう骨は折れなかった彼は 天幕の他の一隅に横たわっていた。かなり重症らしく、うんうんうめきながらわずかに息をしていた。谷川さん。赤木は彼の耳元で力強く言った。お、あ、赤木さん。彼は懐かしそうにつぶやいたが、やがてきっとした青白い顔を苦しげにやげて。 赤城さん。許してください。僕は？僕は君を欺いたのです。僕は君が。熱い友情のもとに僕たち2人を仲直りさすことに骨を折って。その上に狂言まで仕組んで僕たちの人気を上げてくださることに感謝していながら。僕は？ 恐ろしいことを蓄らんだのです。僕は狂言に飲ますべき嘘の毒をわざと本当の毒に変えたのです。彼は最後の力を振り絞るようにあえぎあえぎ言うのだった。え、え？赤鬼はびっくりして。 谷川に詰め寄った。許してください赤木君僕は僕は白状する僕は嫉妬に絶えなかったのだ長い間嫉妬に絶えなかったのだ彼の外国にいる間少し収まっていた嫉妬心は 彼の基調と彼の名声とともに以前よりも数倍の強さで僕の心臓を占領してしまったのだ君の計画を聞いた時に僕はもうちゃんと殺意を抱いていたのだ許してくれたまえ 4月18日彼は4月18日に死んだのだ息のだんだん苦しくなってきた谷川は最後の絶叫とともにがっくりと突っ伏してしまった赤木は頭を抱えて倒れかかった橋本は 彼をしっかり押さえた。荻野の死体を見たときには怪しいと思ったよ。こんなことになったのは、赤木が変装なんかしてきたのがいけなかったのだけれども。橋本は貴協の汽車中で私に囁いた。僕が彼の言う汽車の時間を信用しなかったのも悪かった。しかし何を言っても、 赤城にしても僕にしてもあの老底金課の本当の心の中を推察できなかったのが一番悪かったんだよ。